いかにも拙者だ。お手前のテテゴの愛称お近の兄よ。さては読めたか。分かりがよくて何よりだ。家督を継ぐのは嫌さに屋敷を飛び出したお手前のことだ。明石家に戦国我ら兄弟が頂戴しようと別に不服はござるまい。父上の帳場になれて横領を企てつか人ならず。拙者を屋敷を飛び出したら家督は立派に弟のものだ。もう行方も知れぬ双子殿のことか。それもやがてわかる。お手前と同じようにご不運な兄弟じゃのう。あのお千賀様が。よし。先を記した紙切れが阿波島様よ奉納の折り鶴の中に確かにあるというところまでは探り得ましたが、まあ阿波島様の折り鶴に。
これです。ありがたい、ご助、確かにこれです。ご苦労の甲斐が。その籠を渡せ。これはまたご迷惑な。大切なごひいき様をお送りするものを。言うな。ひいきであろうと何であろうと、我らはその中に隠れた女に用事があるのじゃ。何の用事か存じませぬが、それでは私の気が済みませぬ。何だ、見れば河原孤児の分際で気がつまんなったとは。もう一度言ってみろ。山から先に叩き切るぞ。何でも申します。それでは私の一部が立ちません。何だ、ですか。待て、思いのほかこやつ使うぞ。一人でかかるな。引き取るんで生きられて。これで別れてやる。いずれにしも改めて挨拶はするぞ。あ、もし私ことは春野屋半之助と申す身近者、何分のごひいきを。何今宵は重ねなされ。もうその話は。これよこれにお近いし。私こそ、私名は君わけのござりまして、今は詳しいお話も叶いませぬが。いいえ、伺うまでもござりません。あ、違う、私こうしてもらわせぬ。ご助が、ご助が。
安堵なされます。私、身に変えまして、その五助とやらの消息を。でも、またあなた様に。いや、半之助女方は看板ながら、あのようならことが、また何より好ましいのでございますし、しばらく。ではしばらくここで喫茶を。だな、これはよっぽど腕の立つやつの仕業ですね。で狐に詰まわれたようだ。何かあったか。いえ別に。不思議だ。兵と素直に返事もしてが、ベロめ、やぶから棒に白羽のごちそうなんかかませがあって、素直げくに、なれなれしい野郎だぜ。こう、おいらには、奥山の金五郎っていう、ちったサイコロ連れした名もあんだ。用があんなら、真っ向からそう呼びねえ。金五郎と呼ばれたければそうも呼ぼう。まあ、ただ聞く、芝居者にあるまじき権利の際、御嶽神陰流と見たこの目に、狂いはあるまい。なんだぞ。芝居者にあるまじきた、なんて言うんすだ。その芝居者は、御嶽神陰だったら、お手塩、ってどうしようってんだ。春之助、その理由を誰から受けた。その立ち筋を誰から授かった。篠田は誰か、教えてくれぬか。おい、手塩、物を尋ねる前には、まず自ら名乗るもんだ。誰だ、てめえは。身共の中。そうよ。うん。聞きたくば名乗ろう。名乗れば必ず、その死の名を。おう、またより。さらば聞け。身どもは。若、そんな言ってはなりませんぞ。おう、じい。
あって早々お引き取りなさい。あれ様、いらっしゃい。いいよ、光る。ご老人、闇には闇の神器、実には実の霊があるはず。挨拶を受けてまわろう。高賀官屋か、名ある忍者と承知した。挨拶ぜひとも受けてまわろう。まず拙者、名は周、銃は武蔵。その礼を受け。何？間違いがなければいいが。さようで。あ、若。おう。若。ご案内。この町ならは誰にも気づかれません。丁重に葬りあります。かたじけない。だが若、大事の身をお忘れなき。春はじめのことはくれぐれもお進みくださいます。では今宵はもうお休みください。10年ならば、わしの生まれた年だ。
めときと言うてんのに。仮にも武士の妻たる者が役者風情の話にうつつを抜かすなどとは思ってるほかや。節々と大層におっしゃいますが、かつお節だって出汁が出ますのに、あなた様と来た人が逆さにしたって話さえも出ないじゃありませんか。無礼者、その存を妻とても堪忍でき。切ってくれる、直れ。こう、こら、これが目に入るんか。おのれ、武士の魂を。あんたの魂は質屋に入れた方かと思いました。アホ、ああ食が欲しい。そうか、へえ、よし。米の場でした。さよう。ではすぐ。じゃあどうしても知らねえというんだね。でもおかしいじゃねえか。めったに客席へ出ねえという噂のおめえさんが、折鶴の一件と消えただけのあの紙切れ見て、こっちの名前も聞かずに二つ返事で飛び出してきたのは、どういうわけだ。それといい、これといい、俺は昨夜の粟島様の人殺しにはおめえさんが一口乗ってるとにらんでるんだ。それともおめえさんは昨夜はどこへも出ねえという確かな証拠でもあるのか。あの昨夜は、うん、昨夜はどうした。猿ご神様と。俺はおかた家の口のことだろ。俺の聞いてんのは加賀の一件のその後のことだよ。春之助さん、言い訳は知らずで聞こう。さあ、立ちなさい。
さんをここへ呼んだのも、市村座から夏希を出すめ、せめてものは俺の父だ。でも本当に、私は何も。えい、くぜ。お待ち。春之助、私は嬉しい。そなたが私をかばって、この男の問いにあくまでも口を開かぬその真心、私はしみじみ嬉しく思いますよ。さあ、昨夜の籠の後のこと、この男の特進の行くまで話してやるがよい。さあ、はよ。もし、どなた様かは存じませんが、近寄ってお手がなすちゃつまりませんで。のう、半之助、私への心遣い、遠慮は一切いらぬと申す。もし、私の言葉は聞こえませんかい。ゲロ、騒がし。何、ゲロだと。言ったがどうした。旗本八幡吉、名誉の家柄と知られた麻布間宮で1800石、相良家の奥と、そちは知っての拷問か。相良様の。これはどうも、みんな失礼を申し上げました。お大臣の奥方様がこんなところにとは一向に思いも及びませんもんでしたんで。どう、失礼いたしました。笑ってたもれ。これもみんな太夫がかわいいゆえじゃ。昨夜の籠の出来事の後からは、春之助はずっと私の屋敷に、明け方まで。何とおっしゃいます、飲み穴のお屋敷に。嘘だと言いやるなら、そこな次女両名に尋ねるがよ。それでもまだ踏み落ちれば、屋敷に参って誰かを見通ってみるがよ。それにしても、このかんざしは。何を言うぞ、東大の人気者、春野屋春之助の定紋とあれば、女子という女子、見ながらそって用いるものを。危ないところありがとうございました。なれどあの者にあのようなことを。とうとう身にとかくの噂など立ちましては。その心遣いは無用のことじゃ。誰があの不浄の者にまことの名なず明かしましょうぞ。相良武太夫の奥とは根も葉もないこと。まことは駿河台に2000石を賜る明石大学の奥お地下以後近しゅう願いますぞ。大なお言葉、私こそこれをご縁に、いくしさしゅ、ごひいきのことを。のう、春之助、どうじゃ。恩に着せるわけではなけれど、私の頼みも、どうじゃ。はい、身にかのうことでござりますれば。では、そなたの心の変わらぬうち、かごう。昨日よりお戻りなく、私
私は案じておりました。あなた様何者です。アニエ様ではありません。お君様、私は春之助でございます。春之助様。春之助、うまく呼び出してくれやった。これもそなたの変装のおかげ。礼を言いますぞ。お君様、お許しくださいませ。あなた様を欺く手だとは、せいさる存ぜぬことでございました。春之助様、お助けくださいまし。連れて行かれては、命の危うい私でございます。よし、はい。いくら抜いても、今夜は無駄だ。お君様、よい加減に分かりませぬか。あなた様がいつまでもそのようにしていたら、春之助の胸板に鉛の玉がめり込みますぞ。春之助様、これ以上決して不快にくださいますな。私のことも、私どもの争いのことも、ご良い限りお忘れくださいまし。ご苦労じゃった春之助、また近いうちに会いましょうの。あのさ、そんなつまんなそうな顔して話って何さ。ねえ、何さ。ね、とうとうお前と別れる日が来た。え、なんだって。畑口にはお前と馴染んで、ついうかうかと暮らしてきたが、俺は家からこうしてはいられなくなったんだ。どうしてさ。いや、嫌だよ。私は嫌だよ。まあ聞け。親父は殺されたが、手がかりは皆目知れない。その知れないのをいいことにして、忘れるともなく忘れていたが、実は昨夜。お前さん、敵は知れたのかい。いや、敵ではない。敵ではないが、探ればきっと知れるはずの男に会ったのだ。俺はその時から、忘れてた恨みが思い出した。武士の意地は蘇ってきたんだ。お前には別のだろうが、何も言わずに別れてくれ。嫌で別れるのではない。せめてこの言葉は、今まで作ってくれたお前に対して俺のお礼だ。嫌だ。まだ諦めんの別れんのと。お前様侍なら、私は侍の女房だよ。
がどんなに邪魔をしてもきっと泥を吐かしてやるぞ。舐めた真似すると刀がもの言うで刀が掘るのやってお前か。一体この結末はどうしてくれんの。おい、あくらえっあわや波の花よりに、じ、半之助、一生の頼みがあります。何頼み。昨日からというものはこの身に降って湧いたような不思議なことばかり。もう立ち入るまいと思いましたが、じ、笑ってくださるな。あのいじらしいお君様が何かの生贄にされかかっているのを思えば、もうこの血が湧き返る。目を閉じて忘れると、じいは言うに違いない。けれど、これは恋でも色でも決してない。ただ目に見えぬ不思議な糸が私をずるずる引いていく。じい、半之助一生に一度のわんぱく、この度だけは許してくださるのか。我がそれほどまでにおっしゃるなら、この度だけは目をつぶりましょう。大先生に叱られたら、じいが皆引き受けまする。面白い。久しぶりの若のワンパク、じいの一役を受け持ちますかな。では早速ながら淡路町の大田室道場に監禁された兄弟の安否を。異彩承知。ごめん。ご浪人、金に困って死神にでも取りつかれましたかな。いや、別に。見受けたところあまり金に縁のありそうな顔でもないが、それで少しは使えますかな。うん、これさ、これが使えるかと聞いたのか。それが使えたら雇ってあげようという。雇って、それはそれは、拙者は金にこそ縁はないが、剣道にかけては絶対自信がありますぞ。さようか。見たところ少しは使えるらしい。では、ようや神田淡路町大田黒道場まで参られ。はい。ありがたい神様。おい、何言ってんだ。大田黒道場か。
ほどまでに事を分けて頼んでも、そなた聞かれぬと申すのじゃな。待て。なあ、お君ども。この家痛い目を見ぬうち、折り鶴を出したがよいぞ。行方知れぬ慶太郎の弟、そなたには懐かしいいとこがそれで探し出せるのじゃ。家督を捨てた慶太郎に代わって、やがては明石家の主となる人じゃ。叔父の家を思うなら、素直に出すものじゃ。君だ。口では何とでも申されましょう。探し出して慶太郎兄様と同じ雪目を見しようより、伊豆区下の空で何も知らずに暮らされた方がその兄様にはむしろ幸せ。最後の策。では、春之助とお園。乗るかそれかの大事な場合、今さら嫉妬でもあるまい。ではじい、私に乗り込めと言いますか。補欠にいらずはと申すこともござりません。容易ならざる陰謀、若手の手もこの年寄りが許しません。どうやら話が逆になりましたが。逃げ足も早いですよ。若先夜の大物と見受けます。父上の名を聞こうとしたさよ。実のことか詳しくは覚えませんが、大先生が手打ちにされた高位の者のせがれかと思われます。お若、明日はいよいよ先生だってございますの。私の生涯の大芝居が続いて幕を開けるそうな。おお、その方その方。せっかくの支援もそちの返事が逃げ切らんため興ざめになったぞ。まあ気の毒だが、お園との婚礼を承知する気になるまでここでゆっくり考え直してくれ。のう春之助、明日をも知れぬ殿様を喜ばすと思って慶太郎の身代わりになってたも、二千石の家柄が立ち行くも潰れるも、そなた一人が頼りじゃぞえ。ではまた明朝返事を聞きに参るぞ。
の闇だか。何さ、タコなんて見えやしないじゃないか。何か知らんが、今年まで知る日だ。おつれ、ちょっと行ってくる。あなたでしたかい。いい、こちらの方とはちっとも存じませんでした。内緒、内緒。実は拙者今晩初めて職にありつきましたんじゃ。しかも剣道は無双の達人という触れ込みでな。助けてくだい。ゆんべのことは内緒にしてくだい。頼む、頼む。お強い人はそばにいてくだすって私も心強うございますよ。しない、しない。稲葉のてやら、奥でお呼びでござるぞ。さようか、ご苦労。なる大先生より近々お招きの儀あり、先ほど書の闇箱をつかまつりました。お招きの内容いまだ何事とも知れません。次に若押し込められたるご兄弟の身の上、おかずにはなりませぬぞ。若に不審の振る舞いあれば、一味は即座にお二方の命を絶つ決意と相見えました。ここのところは彼らの望むに任せ、平太郎殿になり代わり、赤助乗り込みも立法かと。だが私にはまだその決心がつかない。なぜでございます。たとえお二人を助けるためとはいえ、明日も死ぬ人を偽っては半之助、生涯ここの呵責を続けるのか。若、それはこの際じい、じい、怪しき者を見受けましたれば、今宵はこれにて。本当かよ、その。わしは驚いて飛んできたよ。もう帰ってこないと思って諦めていた慶太郎が、ひょっこり姿を現すなんて。まるで嘘のような話じゃ。しかしまあ、いずれにしても見えたいことじゃ。お、どうじゃ。お主も嬉しかろ。のう、梶江。今宵の祝言万端、お主の裁量を頼むぞ。ああ、いいともいいとも。これ、そなたはまたどうしたことじゃ。待ちに待った祝言が今宵じゃというに、その顔はない。そのうち嬉しかろう。あれ、笑ったり笑ったり。
てここへまっすぐお帰りなさらなかったのでございましょう。なぜ淡路町など行かれたのでございましょう。殿には消せません。うん、まあそれもそうじゃな。まあそのことは寝物語で聞くがよいぞ。帰ってくれた慶太郎、わしは嬉しいぞ。この上は両人仲良く末永を幸せに暮らしてくれ。この嬉しさにつけてもただ気にかかるはおきみとそちの弟の行方じゃ。お父上、私の弟はなぜ捨てられたのでございますか。かけんじゃよ、双子。しかも父の問いの双子は家を滅ぼすと代々の口伝えじゃ。迷信ではない。明石家代々の間には事実はいくらもあったのじゃ。あるにしても不幸せな奴め、今どこに暮らすか。あるな。牧村の菩提寺に領地和尚を訪ねるがよい。そこには明石家代々の蓄財が隠されてある。ただそのありかは明石家の当主と菩提寺代々の住職だけが知るばかりじゃ。さあ、もういいもういい。若い者には長村でやむようじゃ。お君と弟のことをくれぐれも頼むぞ。さあ下がって休むがよい。うん、そのことそのこと。
座り通してそれでよいのか。よしたとえ己の心は正しくと。偽物じゃないでしょうね。アホなことを言うな。それよりも明日は主人のお供をして甲州牧村とやられ旅立つのは、今度帰ってくる時には5両や10両ではないぞ。軽く見積もって50両、多ければ100両仕事じゃ。え、100両。安全のがよい。父上の御霊がずっと守っておられる。はい。申し上げます。ただいまお玄関へ見慣れぬ女の方が旦那様へお目通りに願っておりますが。何、見慣れぬ女。それはまた妙なことを申すのでございます。お玄関へ来るなり太陽様にお目にかかりたいなどと、わしのわからぬことを。何、さようなお方はお見えになりませぬと断りましたら、あ、そうそう、太夫と申して分からねば、新しいお殿様と申しましょうなどと。よし、もし正直言おうって、倒してみる。ではなかろうな。なんで太夫さんに。おいでくださんならご案内いたしましょう。君と慶太郎のところらしい。そなた後をつけて二人をさらってきてたの。ここにいました。よりすぐりの者10名ほど連れたがよいぞ。ちょっと外出してまいる。あの、何か急な御用でも。何、すぐ戻ってまいる。案ずることではない。
こと言う。そして一言聞く。二人の命の代償として、いえ、貴公がしなる人の名と住居。何？君と平太郎の命を救いたくば、いえ、貴公に御岳神陰流を教えたその死の名と住居、わずか一言で尽きる。しからばまず身共から聞く。貴公何故その名を知ろうとするか。父の仇だ。公儀の隠密であったわしの父上、ある事件探索の途中、ある者の手によって倒れた。隠密はお上よりここの命令によって動くもの。それゆえ事件の全貌を知る由もないが、殺した者の流儀だけは判然と聞き知るを得た。一代一人を限って伝えると聞く。御岳神陰はそれなのだ。すなわち貴公の死なる人こそ、まさしく我が父の仇だ。ようやく読めた。身どもにもその話、心当たりないでもない。まあ、罪なき者の命を代償とは、武士にあるまじき卑怯。言うな春之助、父の恨みを晴らす手立て。勝てばたる。して身共は口を割らぬ時を。女が呼び出してきたそうなが、そなたも祝言早々気のもめることじゃのう。お帰りなさませ。思いがけずって惑って襲うなった。すまん。旦那様、お茶などお立ていたしましょうか。かたじけないが、ご祝儀なさい。そなた、構わず休むがよい。
明日はまた早いゆえ。ではお先休ませていただきます。という次第で、実は今宵あたり春之助の身辺に何か起こらんともかかりがたい。何しろ牧村の菩提に隠匿してある九千両をものするまでは、奴は我々にとって大事な看板じゃで、滅多なことがあってはいならん。よいか、そのつもりで今宵は撤収を油断なく。ではその今晩の警戒は拙者一人でござるか。大勢でうろうろするより、日頃ご自慢の貴公の腕を信頼してさように取り決めたのじゃが、不服かな。よう、どういたしまして。一人はむしろ拙者の望むところ。では、何分。はい。どうぞ頼みます。ここをクビになったら、明日からまた路頭に迷わんなら、その上拙者の女房といったら、そんなことにでもなったもんなら拙者を食い殺しかねないやつです。お察しくだはれ。これこのパス、このパス。では私の相談にも乗ってくださるのか。もちろんでござる。拙者の首さえ保証してもらえれば。では。はい。
埋葬済み次第、例の埋蔵金は是が非でも江戸へ運んでしまいたい。和尚は一応は反対もしようが、いや明石家の当主たるそなたが頑強に主張するときはやむを得ず引き渡すものと思われる。万事抜かりなく頼むぞ。承知いたしました。すべては春之助めに。さて春之助、そなたその金分配の後は再び舞台へ戻りやるか、あるいはあくまで明石家の当主となりすましてやる所存か、今後のこともあることなれば今ここでしかと返事をしてくれあれ。河原小敷で使者を送ろうよりなろうことなら明石家の当主として結構な夢を見たいもので。本心じゃな。何で今さら嘘など。それ聞いて安堵いたした。しかし安堵ならぬはさっきの目明かし。なに、いざとなれば。びっくりしたで、六さん。さっきは相良様の名を語ったくせ者などといきなりお近様に飛びついたして、無茶すぎるで、ほんまに。あの一味と来たら、お前さん一人なの手ではどうして手こにあんのか。お前、同じ長屋のよしみや、拙者が今晩逃がしてやるさかいに、一足先に江戸へ帰るんやな。拙者も江戸でまた一肌飲もうやないか。ん、何言ってんで。てめえもあいつらの仲間じゃねえか。百両仕事と言いやがって。女房に目を回させたのは一体誰で。あれ、お前さん、あの話を聞いてたのかい。それで拙者の後をつけてたんやな。いやで、おい、拙者もうあの口はやめたよ。本当かい。お前で、そういうのがあったら何もお前さんを助けるわけがないやないか。そうか、そうやと。ほら、不条約に、貴様、笠野殿の飛ぶのを承知で別に黙れしたのか。笠野殿、今お前俺の助けが分かった。黙れ、黙れ。じゃなくて言ってたやろか。黙れんか。稲葉、奥でお役にござる。奥で、さよか、ご苦労。見込んで頼みがある。というのは、明日埋葬済み次第、例の金を江戸へ移すことになったが、貴公その裁量をして、一足先へ帰ってもらいたいのじゃ。あの、拙者が。うん。あなたの腕を見込んだのはこの春之助じゃ。聞けば随分達人とのこと。いや、恐縮せんばんで。いや、貴公なら任される。よいか、淡路町身どもの屋敷へ間違いなく頼むぞ。では明石家ではなく。ああそうだ、身どもの屋敷へじゃ。は。稲葉様、道中格別気をつけてください。はい。なぜ後をつける。帰りなされ。帰りません。あなた様が帰りない限り私帰りません。わしはそなたの夫として言いつける。すぐ帰られ。あなたは私の夫ではありません。なんと慶太郎様でないあなたがなぜ私と偽りの祝言などなさいましたか。それをおっしゃってくださいませ。今宵私はそれを聞かぬしよ。死んでも戻りはいたしません。おっしゃってくださいませ。若よっ、じいよ。なぜ道がさらなさる。そのわけは
暇にお分かりになります。さあ、じいがご案内申し上げましょう。これじい、あどこへ行くのじゃ。大先生のお言いつけですわね。若もお急ぎなさらぬと時刻に遅れますぞ。あ、さあ、じい。お遠慮のところ、ご苦労でござる。ご自由に。今宵は、不肖東鉄斎と心出しを同じをしていただき、この地に盟約を結んでもらった皆に、わしはまさに時期到来と預けたい。みんなも知っているであろうが、道中伏せ安藤の家からは幕府の衰退を備忘せんため、御年わずか15歳の御幼年にあらしらお前、はずの宮様を将軍家持ちの奥に迎え立てまつらず、不定なる野望を壊れ、公然と賢きあたりに願い出たが、ご逆化になったのが昨年の4月のことであった。しかるに、準備。はい。わからんか。当選になります。黒竹の電子生物に関する限り、さすがの伊賀の人兵もこの年寄りには及ばんと見えるな。私が始末する。さて、和宮様ご降下の日、ご客家になったのはもとより当然のことと思われ、ご心資格あったにもかかわらず、恐れ多くも再びご降下を願い、朝廷にあってもやむなくご勅許に相なったと漏れ受けたまる。臣下の分際としてかかることを強行し、心身を悩まし立てまつるなどとは言語道断の振る舞いだ。そこでわしは今週和宮様御下校の道すがら御輿をお奪い立てまつる準備のために、来月下旬までに皆に都に集合することを命ずる。
すなわちこの巨は我ら終生の念願たる王政復古の世論を喚起することは確かである。その意味において我々は全力を尽くしてこの巨を実行に移す。以上、皆もご苦労でござった。ではご自由に引き取られるように。ご苦労でしたの。1年ぶりじゃ。どうはる。はい。大事の代わり、あだ名と付き合って。申し訳ない。いや、反発も、たまにはよかろう。老人で。は。これも皆、私めの至らぬところで。いや、この度のことは、怪我の功名。なかなかの情報だけじゃ。どうはる。今宵はそっちに改めて申し聞かすことがあるぞ。そっちを大阪の角十郎に預けて役者にいたしたのはなぜだと。はい、おりきたらば大事な使命を激に仕組み三国のありがたさを主任に。もとよりそこは。が、一つにはそっちの父に巡り合わせようためじゃ。父に。何とおせられますよ父上。実は、そちは明石大学殿の子じゃよ。ま、詳しいことは甚兵衛に聞くがよいぞ。わしはその間にあの男と一言を交わしてこよう。じ、大先生が宣言堂なる医者より生まれたばかりの若をおもらいなされたのはさよう天保10年のことでしたか。しかしそれが明石家のご子息であろうとは、じいも昨夜大先生から伺うまで夢にも存じませんことでした。元来明石家には古くから言い伝えありまして、二川家紋に災いなすとしてその一人は必ず竹へ使わすげにございます。天元堂なる者も明石家との役を守り、若を大先生に託した天末の日誌を人知れず淡島堂へ奉納の折り鶴に封じこの世を去りましたよし、その折り鶴を探し求めるお君様を若がお助けしましたのも思えば不思議な因縁でございます。大先生もこの度のこと血は争えぬよとただただ勘に耐えてござりました。そうであったのか。若、小屋で皆様がお待ちかねでございます。さあ少しも早く。皆様とは。ああ、お千代の一味ばかりでなく、あの甲賀者までがお二人様をつけのろうとあってはかくまえる場所とてはこの山だけでございましたのでの。先生、わしを探している男はあると聞いたが、そっちか。ファン巡査とかもそちの父一作もちょうどこんな月夜の晩だった。わしを狙ってこの地に忍び寄ってまいった。来て、今さら何の繰り方だ。父の命を絶ったその腕でこの首を切ってくれ。似ている。そちの父も同じことを言っとった。わしは切らなかった。ざわつきのまま3日一緒に暮らしてみた。
その間にわしは少し話したように思いと大義のこと指導のこと日本国体のことそして三日目にその縄を切ってやった。ん？何だと？助けてやった。嘘だ。嘘だ。ま、冷たい山の雪に植えて、その高ぶる神器を沈めればいいぞ。わしはその間に谷川に砕けるきっかけでも見てくれ。少しは落ち着いたか。では話を続けることにしようか。縄を切ってやったそちの父がさあどこへ走ったかそれはわしは知らん。しかし橋に追っ手のかからんところを見ると彼はこの黒竹の秘密を江戸へ報告に返ったんじゃなかったらしい。嘘だ！大嘘だ！今日のこの駅に遠藤と申すようにかい。その後にも訪ねてまいるがよそ。これほど申しておかねば。人並み通り相手になって伝わる。お！このたわけめ見れば相当の腕と思われるにその立ちその技をなぜ大義のために活用しんのに目を開きしましょう。いい月じゃのう、甚兵衛。あっ、もうお目にかかりました。寝るには惜しい月じゃ。少し歩こう。あっ、来い。あっ。徳川の禄をはみ、しかも尊王を説くことは、侍として心苦しく、家督を捨てて屋敷を飛び出したのも、皆この家でござった。そのため、不肖のこの身が、父上のご臨時にお会いできなかった不幸を、お身が償ってくれたのだ。不憫なものと思い詰めておられたまぶたの子に図らずも手を握られ血に水取られて死んでゆかれた父上はさぞかしご満足。それを思えば死にゆく人を欺いたこの春之助の心の呵責も晴れるような気がいたします。ただ兄上の今のお言葉春之助には下しかねます。尊王の精神が
徳川の六王藩物の中に醸し出されたとて、何不思議ありましょう。徳川の内部ところにあって、宗教正しい道に歩ましむ、その努力もいたすもまた、尊王の道の一つでなくて何でありましょう。その上、明石家はすでに兄上のお名をもって相続されたのでございます。分かった。かたじけない神之助殿。どうなされた。なぜ泣かれる。嬉しくて。兄上様。遅くなって気づかれてはなる。では遅んと。純兵衛か。はい、月じゃの。これで同じことを三度伺いました。見た見か。いや、こりゃ一生言い続けるこっちゃろ。なるほど。いかにもさよう。じゃないか。またこんなところをうろうろしてたのかい。うろってわけじゃねえが、ゆべはどう。いやいや、それにつけてもお前さんに言うてみたいことは、助けたのは獅子やないぞ。でと春野や春之助という人。何だって。気がつかねえなんだかい。あの川田の殿さんと。え、お前さん、あの人も狙ってたそうだが、バチが当たるぜ。どうしてだ。おろ、江戸に帰るまでいろいろ話をしてやるよ。頼むわ先生。え、これこれどうしたの。ほら、この前大楽さんからもらったんだが、ちょっと飲み代が足りねえんで、これ方に少し融通しておくね。お前、ロックさんからもらったってこりゃ、うん、こりゃダメだよお前。これはね、これはわしにとってはね、鬼門じゃよ、こりゃ。え、これがね、本当春之助の品物であったならばやね、これは五両も八両もするんだそうだけれども、みんなが こんなものお前、金つけてくれたってこんなものいらない、これは。なんで一文にもならねえのか。何がなるかやなんの。本当かね、先生。これ、これおっさん、本当かって言ってな、これが金になるくらいだったならね、俺はあんな長屋におれへんて、お前。なんだって。なんであんな長屋にいるかお前。あら、お
帰り。なかったね。おかしな六さん。あ、おかえり。あ、どこ行ってたの六さん。あ、ちょっと甲州までね。いくら経費かっておめえ、あんなが1万にもなるんだそうじゃねえか。金つけてくれたって言うのにって。誰に言ったんだ。国白堂の先生だよ。あんなものが金になるぐらいなら、わしはこの長屋出てもいい。なんてのこと言うもんだから、おいら矢場の辛抱にくれちゃったんだよ。長屋の、なんてことだ。あれは本当に春の屋の持ち物だったんだぜ。もうしばらく来たら箱分けしてもらおうと思ってたぐらいなんだ。行け、行け。あれ本物だったのかい。おお、本物だと思う。それがね、今度の旅で急騰したことから分かったんだ。実はそこの稲葉さんから聞いたんだがね。随分損しちゃったね。本当にヘボ駅舎だね。おいおい、ヘボ駅舎と言われちゃそれはわしゃかなわんよ、お前。え？じゃからなんじゃないか。わしゃ最初から本物だってそう言うとおりじゃないか。お前分からんね、お前は。今のって何言ったんで。お前あの時俺たちに言ったセリフ覚えてるけ。ああ、覚えてるとも覚えてるとも。だからわしゃこの長屋を出て行ったらいいんだろ。ああ、お前出て行ったら本かないんじゃないよ、お前。あのね、さよなら。運んだと。さようで。誰が峠などへ運ぶと申した。わしは峠へ運ぶと申した。あ、そっちはさ。おのれ、乱心にいたしたか。暁の者は暁に帰るに何不審ありましょう。持ち帰った旧千両、確かに当主平太郎様へ。のう稲葉寺。確かにお渡しして土蔵の中へ。なんじゃと。この岡大名、こいついつの間に慶太郎に渡したのと死んだはずのやつに渡せるか。そんなもんに。
この坊たちが探しあぐねた。おかしく二人の一人、おかし春之助じゃ。改めて見せろけ。もともと侍なんだってね。この興行で役者の足を引っ張り洗って何でも金与えたって噂だよ。なあおつね。あ、俺も金与えたってよ。どうして、どうしてさ、お前さん京都へ行けば死んだ親父に会えそうな気もするし、俺のやる仕事もありそうな気がする。決心したならそれもいいさ。けど私はもうどこまでもついていくよ。
川島様へ奉納される数知れぬ折り鶴の中で、これがおそらく一番幸せな折り鶴では。私もそう思います。Thank you.